手島美咲。白、水谷蓮。正面礼、新礼、お互い礼、止めて、始め。判定になります。で、白1、引き分け1、3、4、表現。判定の結果引き分けです。2分間の延長戦を行います。判定になります。で、白1、引き分け1、2、3、
三四引き分け。判定の結果引き分けです。2分間の延長戦を行います。判定取ります。で、白1、引き分け1、2、3、引き分け。判定の結果引き分けです。2分間の最終延長戦を行います。止めて、始め。判定取ります。で、白1、赤1、2、3、ガン。判定の結果3対2を持ちまして赤、石川選手の優勢勝ちです。
この結果、女子軽量級優勝は手柴選手と決定いたしました。JFKO 大会悲願の初優勝となりました。今のお気持ちいかがでしょうか。今まで決勝まで行ってもどっか気持ちの中で負けてしまうところがあったので、今回は最後まで諦めないで戦うことができてよかったと思います。その決勝最終延長まではもつれ込めました。優勝したその勝因は何が挙げられるでしょう。今までの稽古の積み重ねがすごく自信になったと思います。ご自身でもおっしゃってました、これまで準優勝が最高と悔しい思いをされてきたと思いますが、今大会にかけてきた思いを聞かせてください。もう一回お願いしていいですか。今大会にいろんな思いをかけてきたと思います。どんな思いでこんな大会に臨んだでしょう。今回は最後まで絶対に諦めないという気持ちを持って挑みました。最後に応援してくださった方々に一言メッセージをお願いいたします。今回は無観客ではあったんですけれども、この試合を開催してくれたことに本当にまず感謝しています。あとは一生懸命教えてくださった師範や先生方にすごく感謝していますし、同じ道場の仲間にも感謝の気持ちを伝えたいです。おす、この一言一言にお気持ちを込めてお話ししてくださいました。最終延長戦までもつれ込んでまだ息が上がった状態でお話を聞かせていただきました。改めて優勝手柴美咲選手でした。おめでとうございました。ありがとうございます。富野マーサー、石野誠、正面礼、新礼、大礼、持て、ブパンチ合わせるよ、狙ってるからね、左。
回それに合わせるよ。はい、ラスト15。行こう。このままいけるよ、いけるよ。もう一回決めれるよ。よし この結果、女子中量級優勝は富野選手と決定いたしました。第4回大会に続いて2度目の優勝となりました。今のお気持ちいかがでしょうか。勝つという気持ちできたのですごく嬉しいです。優勝の勝因、何が挙げられるでしょう。たくさんの方々が応援してくださって、一緒に練習してくださったから頑張れたので、一緒にしてくれ頑張れた仲間がいたからだと思います。前回の第5回大会では3位と、まあ、悔しい思いをされたと思いますが、その中で今大会にかけてきた思いを聞かせてください。支えてくださった方々への感謝の気持ちを伝えるためにしっかり頑張って勝つっていう気持ちで来ました。では最後に応援してくれた方々にメッセージを一言お願いいたします。と、自分が頑張れたのはたくさん応援してくれたおかげだと思うので、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。中級優勝、富野真麻選手でした。おめでとうございました。木村貴代、白、浅子レイミ、正面レイ、主審レイ、お互いレイ、止めて、相手はサウスポーだよ、サウスポー、おそく
判定でございます。で引き分け1-2白1-2-3白。判定の結果3対0をもちまして白浅子選手の優勢勝ちです。この結果女子計重量級優勝は浅子選手と決定いたしました。女子計重量級優勝浅子麗美選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。第5回大会に続き2連覇となりました。今のお気持ちいかがでしょうか。初めて追われる立場に追われる立場を経験して、緊張もしましたが、でも一挑戦者として、試合に臨むことを心がけました。コロナ禍に見舞われた1年以上経ちました。今大会にかけてきた思いを聞かせてください。緊急事態宣言下である大阪に、行くことを、道場のみんながどう思うか正直不安でしたが、頑張ってと言ってくれたことが今回優勝できたことよりも嬉しかったです。こちらまで気持ちが伝わってまいりましたが、最後に応援してくださった方々にメッセージをお願いいたします。まだまだ強くなりたいと思っているので、また明日から道場に戻ってみんなと一緒に稽古に励みたいと思います。2日間ありがとうございました。女子計重量級優勝浅子選手でした。おめでとうございます。赤ゼッケン89野村ココナ、白渡辺小春。正面礼、新礼、お互い礼、お待て。5秒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 いけいけ詰めろ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 
判定の結果3対0をもちまして白渡辺選手の優勢勝ちです。この結果女子重量級優勝は渡辺選手と決定いたしました。正面台後台後台女子重量級優勝渡辺小春選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。JFKO 大会初優勝となりました。今の気持ちはいかがでしょう。ずっと目標にしていた大会だったので優勝できて嬉しいです。強豪選手を次々と倒しての優勝となりましたが、勝因は何が挙げられるんですか。細かいことは分かりませんが、相手よりも勝ちたいっていう気持ちは負けてないと思います。コロナ禍に見舞われて1年以上経ちました。その中で今大会にかけてきた思いというのがあったと思います。聞かせてください。去年エントリーしたんですが中止となり、今回が初出場となりました。初出場で初優勝という結果を残したかったので、そのために仲間と共に練習を頑張りました。最後に応援してくださった方々に一言メッセージをお願いいたします。いつもそばで支えてくれた親、そして先生方、道場の仲間たち、そして金曜からメッセージをたくさん送ってくださった方々、応援してくれてありがとうございました。女子重量級初出場初優勝となりました渡辺選手でした。おめでとうございます。ありがとうございます。最後まで見てくれてありがとうケル。もっと見たいという人は画像をクリックして YouTube チャンネルテレビ大阪ニュースに登録してケロ。オリジナル企画もあるけどよ。よろしくお願いしますけど。